タキオ・ジェラルド・スパイクスは、アメリカ合衆国上ジ,ジア州オーガスタ出身の下、アメリカンフットボール選手。ポジションはラインバッカー。オーバーン大学で、カレッジフットボールをプレーした後、1998年の NFL ドラフトで、シンシナティ・ベンガルズから一巡目で指名された。その後、バッファロー・ビルズ、フィラデルフィア・イーグルス、サンフランシスコ・フォーティナイナーズ、 サンディエゴチャージャーズでもプレーした。ビルズ時代は、プロボールに二度選出され、オールプロにも選出された。現役時代、15シーズンのうち13シーズンでキャプテンを務めた。現役時代、プレーオフ出場の選手の中で、NFL 史上最も多いレギュラーシーズン219試合の出場を果たした。引退後、メディアのパーソナリティとなった。現在は、 NBC スポーツネットワークのフットボールアナリストであり、シリウス XM の NFL 番組を共同司会している。また、スカイスポーツ UK の NFL パンディットを務めている。タキオという名前は、親が報道を見て知った、日本の第66代総理大臣である、ミキタケオに由来する。また、 偶然ながら、スパイクスが生まれた一週間後の1976年12月24日に、就任した第67代総理大臣の名前も、タケオであった。いとこのブランドン・スパイクスは、ニューイングランドペイトリオッツとバッファロービルズでプレーした、元ラインバッカーである。ありがとうございます。